はい、どうも皆さんこんにちは、つるにです。1,2,3,4,5 ゴードンです。どうもイカリングです。ボン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 、はい、まあイカリングボンボン。というわけで本日はですね、皆さんカレー好きですか？大好きです。でしょ。カレーっていうのはスパイスがね、いろいろ入ってるんですけど、カレーってね、隠し味たくさんあるじゃないですか。まあ有名なので言ったらリンゴとか、あと何、ハリー、あっ、お母さん、いやいや、蜂蜜、あ、蜂蜜か。その隠し味をいっぱい入れたい。というわけで本日は50音から始まる食べ物全部入れてカレー作っちゃおう。というわけでこの世にはですね、50音というものがあります。あいうえおかきくさしすせそさしすせそ何々のはひふへほまゆめもやゆよ和音ね。まあこの50音全部50音から始まる食べ物があるんですよ。その50個を全部入れて美味しいカレーを作りたい。というわけでイカリングが考えた企画なんですけどもね。いや、あるじゃん、こうあーから始まる食べ物一週間食べるとかね。あーから始まったりイーから始まったり、まあいろいろありますけれども、でも大体あーから50音の食材入れてもおかしくなんなそうな食べ物ってなんだろうって考えた時に、あ、カレーがあるやん。カレーか生姜焼きだよね。なんで生姜焼き？というわけで早速やっていくんですけども、まあ、合計金額ね、まあ、1万を超えてるということで、今回の動画10分以上広告4つでございます。ありがとうお金ないんで、まあ、あらかじめ言っとくと面白いかもしれない。あらかじめ言っとくから、そうそう、もうお金ないから10分以上広告4つ。そうそう、というわけで早速やっていきましょう。まずは CM をどうぞ。はい、というわけでまず洞窟まずね、カレーのルーを5つ買ったんで、それ分のお水を入れたいと思います。こんな感じでね、お水入れたんで、まあ、あとは入れてくのみ。じゃあ極力50音順に入れていくんですけど、まあ、順番とかね、ちょっと前後しなきゃいけないやつは、後に入れたいと思います。じゃあイカリング先生お願いします。はい、あはね一回置いときましょう。イから持ってきたいと思います。イ、イカ、ウ、ウズラ、エ、エビ、お、おにぎり。ふざけんな全然真面目ですから。美味しいの作れよ。ほんとおにぎり入れて大丈夫なのか、ちょっと一口味見しますからね、これね。おいおい、くたくたくた。あ、か、カニカマでね、カニカマ入れてきます。手伝ってくれるの？うん。あれ、え、き、牛肉、く、クルトンけ、ケチャップ、こ、こんにゃく、さ、サラミ、何もわからん。し、じゃがいも、す、スターアニス、何それ、スパイスですね。今せ、セージ、何それ、これもね、スパイスなんですよ、これも。セージ、そ、ソーセージ、た、玉ねぎ、ち、チーズ、つ、つぼ漬け、て、天かす、と、鶏肉、な、生ハム。ちょっと見せてそれ。いや無理無理無理。じゃあ見せて、一回見せて。え、何、一回。え、ちょっと俺も入れたい。なったん、え、いやー、に、人参、バス、ぬ、濡れせんべい、でっかい皿いけ、ね、ネギの、のり。折り返し地点のな行が終了しました。続きましては行に行きたいと思います。その前に一旦 CM です。続きまして、は、白菜、し、ひじき、ふ、豚肉、へ、ベーコン、ほ、干し椎茸、ま、マヨネーズ、全部、み、ミートボール、む、無塩バター。デブすぎない、デブすぎない。め、明太子、も、もやし、うわ、や、ヤングコーン、ゆ、ゆず、よ、ヨーグルト、かわいい、ふざけた、きましたよ。ら、らっきょう、り、りんご、る、るーなんですけど、これは後で入れます。れ、レタス、ろ、ローストポーク、わ、わかめ、お、なんですけど、ちょっといろいろ考えたんですけど、ちょっと食材がなくてですね。どきなさい、どきなさい。お宅の振った塩、うん、なんですけど、これはありました。これさつまいもです。え、さ、さじゃん。こちらのさつまいも、実は沖縄ではムーという方言で使われているらしいです。え、もう入れます。いやー、いやー、はい、ということで沸騰してきたので、あ、アイスクリームを入れていきたいと思います。うわー、そしてル、ルーを入れていきたいと思います。イエーイ、おー、入れます。おい、おい、ほい、
じゃあもうこれで50音完成か。あとはもう煮込むだけか。うん、いや楽しみだな。意外と匂いはいいからね、これ、うん、どうなるんやろ。あ、でもカレーじゃない、めっちゃカレー。すごい、めっちゃ普通にうまそう。めっちゃカレーじゃん。じゃあ煮込む、じゃあ煮込み終わるの待ちましょう。はい、というわけで完成しました。2時間。じゃあ早速見ていただきましょう。バース、わ、めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。え、カレーやん。すかこれ、カレーやん、これやば。いや、これうまいんじゃない、マジで。これ絶対うまいじゃん。ガチでうまいじゃん。え、じゃあ早く食べよう。食べましょう、食べましょう。どうぞ。よいしょ。おお、普通のカレーじゃん。え、美味しそうじゃない。めちゃくちゃうまそう、これは。ちゃんとうまそう。うん、いや、これやばいね、なんか匂いもなんか、うん、独特な。これはプラスに傾いてるのかわからんが、独特な匂いがするぞ。はい、というわけで早速食べていきたいんですが、その前に一旦 CM です。はい、というわけでもう早速食べていきますか。いや、美味しそう。じゃあもういただきましょう。いきますよ、せーの、いただきます。いただきます。いただきます。普通にうまくない。バカうまくない。うまいよね、うまいよね、うまい、うまい。50音全部でうまくなるんだ。すげえ。50種類だって食材入ってるってことだよ。うん、これカレー足りる。え、うまい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 。ココイチ全部トッピングしたみたいな感じだもん。うん、その名の通り、イカリングをプレゼント。お、うまっ。でもちょうどよくない。その辛さもちょうどいい。あ、この肉うまい。肉がいっぱい入ってるからさ、鶏肉、豚肉、牛肉、種類が豊富で牛だね、やっぱ。ウインナーうまっ、ウインナーうまっ。これは健康的にいいのかな、体に。じゃ、バター半分入ってるから無理よ。そうだったわ。なんか部位によって味違くない。アリーナ席美味しいのに、イカにしててまずいみたいな。あらもうよ、ガカツガツ。ああ、イカリング鍋から出てきた。一人一人ちょっとグルメレポート対決しよう。じゃあイカリングから。はい、というわけでこちらのカレーを食べていきたいと思います。さあ、すごいですかね、こうお味は。うん、このカレー、いろんな食材の旨味が溶け込んでいて、まあ、プラス。さあ、というわけでですね、こちらの50音の食材で作った50種類の具材が入ったカレー食べていきたいと思います。あ、いい匂いですね。うん、あ、ちょっとこのカレーカレーな。あ、美味しそう。ちょっと食べていきたいと思います。これ具材が50種類でしたっけ、入ってるということで、といただきたいと思います。いただきます。うわー、すっごい美味しいです、これ。いや、このカレー世界で一番生まれないっす。あなたは私に。これ楽入れるもんじゃねえでしょ。カレーで、うわっ、カレーで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 。なんかやばい。はい、お肉いっぱいあるよ、ここ。待って、これ肉じゃないよ、ぬれせんべいだよ。うそ。はい、せーの、ごちそうさまでした。いや、美味しかった、マジですごいね。50個入ってて、なんか喧嘩してないというか、対立にいたよね、ラッキー以外。めちゃくちゃラッキー以外ね。どうですか、イカリングプレゼンツのこの企画、望んでた形になりました。うん、なんかいろんな食材もともと混ぜるものだから、美味しくなるだろうなと思った。その望んでた味に近づいた。まあ、あと一歩かな。何が入ったらよかった。何を何に変えたらよかった。ラッキョウをラートに変えたらよかったね。俺あれだな、ウをウインナーにしてほしかった。じゃ、ソーセージが美味しかったから、ウもウインナーで入れてほしかった。あ、そう。で、コでコウくん、コウくんで、シでシャオカイセン。この中で一番美味しかった50音、ちょっと順番に発表していきましょう。まあ、僕は今も言った通り、ソでソーセージですね。ソーセージピッチピチで美味しかった。僕はトで鶏肉ですかね。あー、まあ、ウのうずら。おえー、意外だ。美味しかった、うずら。うずら良かったね、うん、確かにカレーにはいらないね。うん、他なんかまだ触れてないのあるかな。これ鶏肉、これ。それだ。あ、明太子。お、明太子だ。明太子食べな。食べたい、食べたい。ジュルっていこう、ジュルっていこう、全部。どう、明太子、カレー味の明太子。そのままの方がいいですよね。うん、というわけで、ぜひね、皆さんもお父さんお母さんがいいよと言ったら、50音ね、いろいろあるんでね、ぜひオリジナル50音やってみたよって人はね、ぜひ下のコメント欄やツイッターとかね、僕らこんな感じでツイッターもやってるんでね、ぜひともね、フォローよろしくお願いします。送ってきてくださいね、ぜひ。というわけで、あっ、待って、どうする、これ寸胴のカレー余るやん。やばいね、やばい、どうする。だってこのままちょっと食べきれんよ、さすがに5人前とか。うん、まずどうする。じゃあね、リングちゃん。あ、じゃあね。